イメラジオ第2718回、今日は令和3年3月25日木曜日ですね。時刻は午後8時回りました。横浜港北、木曜日の夜です。普段はこの時刻、神奈川の女子とオンラインの授業ですが、今日は振り替えとなったので、夢ラジオの放送をしましょう。今日は昼間は良いお天気で、私も午後は緑道を走りに行きました。その後休んでいたら、もう午後8時になってしまい、夢ラジオの放送です。金曜日の街明かりは今日もキラキラして綺麗ですね。リスナーの皆さん、木曜の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、2718回目の夢ラジオ、今回はグデイリアン取り上げます。グデイリアン将軍、ドイツの軍人さんですね。けれど、まあね、その戦史っていうんでしょうか、戦争の歴史に興味ある人じゃないとちょっと馴染みないかもしれません、グデイリアンという名前。けれど、まあ高校世界史というあのレベルでは出てこないけれど、まあ社会人として第二次世界大戦を勉強しよう、あるいは独ソ戦を勉強しよう、あるいはドイツの歴史を、近現代史を勉強しようという時には、このグデイリアン出てきますね。ハインツ・グデイリアンです。お話ししましょう。まあグデイリアンの名は知らずとも、電撃戦というこの呼び名は知ってる人多いんじゃないでしょうか。電撃戦、つまり戦車が平原をわーっとこう進んでいって、機甲部隊ですね。そして、まあ歩兵は戦車にはついていけないんですけど、そのまあ歩兵がその後から続き、そして空からは航空機ですから、戦車が行く前に航空機が爆撃をし、そして敵をまず叩いて、そして戦車でより完璧に破壊して、そしてその後歩兵の突入という、この電撃戦、ブリッツクリークとドイツ語で言います。英語ではライトニングウォー、日本ではこれを電撃戦と訳しますね。で、この電撃戦の、まあ、父というんでしょうか、電撃戦を初めて大規模に実践した人というので、今回のグデイリアンですね、失礼しました、歴史に刻まれます。今はもうポーランドの領土になってるんですけど、昔はドイツだった、そういう場所で生まれて、で、父はやはり軍人で、そして、ベルリンの士官学校に通いました。当時から、まあ、真面目な青年で、しかし、コミュニケーションの力はしっかりとある。簡潔に、短い言葉で自分の言いたいことを伝える。しかし余計なことは喋らない。何より真面目である。軍人向きですね、こういう男子は。第一次世界大戦の前に結婚し、で、その頃は無線、軍の中の無線に携わっていたようです。で、無線っていうと、まあ、当たり前じゃないかと今では思うけれど、第一次世界大戦が始まる前の頃は
この無線の重要性に気づく人はあまりいなかった。軍の中で無線が何かの役に立つとはあまり思われなかった。けれど、このグデイリアン青年ですね、まあ彼が希望してこの無線の部門に行ったかどうかはともかく、そういう無線班っていうんでしょうか、それを任された。で、まだ20代ですから、その後続いた第一次世界大戦で彼がその華々しい活躍をするということはなかったんですよ。けれど、この第一次世界大戦でも無線、これの、仕事に携わったんですね。で、第一次世界大戦はドイツの敗北に終わり、そしてそれ以降、過酷な賠償金、そして軍事力には厳しい制限がかけられ、で、しかしその厳しい制限が課せられても、このグデイリアンは軍に残ることができた。で、当時のドイツの軍人はね、その許された軍人の数、つまり制限がかけられて、もう軍人の数はこれ以上ダメだっていう、その数10万人でしたが、それを全員士官にして、そして下士官がいないと。その代わり士官、これ許されている軍人なわけですから、そこには高度な教育をする。しかも少尉、中尉、大尉、尉官ですね。この尉官の年齢、本来なら尉官の年齢なのに、そこでは左官クラスの勉強をさせ、そして少佐、中佐、大佐、この左官の年齢の時にはもう将軍、少将、中将、大将、その教育をするという、まあ早く教えるっていうんでしょうか。そしてその許された10万人はもう全員士官、そしてそのいざ戦争となった時に下士官がいりますね。それはもうその時補充すると、まあドイツ人らしい合理的な考え方で。そして第一次世界大戦で登場した戦車、そして航空機、これも厳しい制限がかけられたんですけど、この時ドイツの軍人たちはなんとですね、後に独ソ戦で死闘を繰り広げるソ連ですよね、このソ連で戦車、そして航空機の開発、だから技術者も行きました。もちろん軍人も行って、そこで訓練もしていた。ですからドイツ陸軍、ドイツ空軍、これはもう石化した後の、第一次世界大戦終わってますから、石化した後のロシア、つまりソ連で訓練を行い、ですからグデイリアンももちろん、そのソ連の軍事施設で訓練をしていましたね。この頃の写真が残ってますよ、グデイリアンがこのソ連にいた頃の。ですからこの時は、まあブレスト・リトフスク条約っていう、条約でソ連が早々と降伏し、そして領土を失い、そしてその後1922年ラッパロ条約ですよね。ラッパロ条約でソ連と他の国々との、戦後の関係が、第一次世界大戦後の関係が決められました。で、この戦間期、第一次世界大戦から第二次世界大戦の間のドイツというのは、さっきお話したようにもう過酷な賠償金でハイパーインフレが起きたり、そしてイギリスやフランスに進駐されたりというふうに、まあやられっぱなしだったようでいて、けれど着々とこのソ連というね、もう社会主義になった国で陸軍と空軍の充実を図っていた。しかもそれはもちろんドイツ軍という、そういう名目ではなかった。ですから後に1935年に再軍備宣言しますね。もうヒトラーが
政権取ってますが、1935年に再軍備で、そしてそれから4年後にもう第一次世界大戦で電撃戦を見せるわけですから、もう世界各国の戦争関係者、軍事関係者は舌を巻いたわけですよ。どうしてこんなに素早くドイツがここまで の軍備増強ができたのか。それは20年代から30年代にかけ、このなんとかベルサイユ条約の網の目をかいくぐってですね、軍事力を蓄えていた。それは技術者もそう、軍人もそう、そしてそれを生産を、ね、軍事の生産を担う民間企業もそうですよ。なんとかカモフラージュして続けていたんですね。戦車が第一次世界大戦に初めて登場した。そしてグデリアンはその重要性にいち早く着目します。で、実は戦車を戦争の中に組み込もうというのはイギリスで、そして奇妙に聞こえるけどフランスで最初に強く主張されたんですよ。で、このフランスで強く主張した戦車の威力に着目した、そして機構部隊を作らねばならない、こう主張した人が若き日のドゴールですよ。ところがイギリスとかフランスではやっぱりもう陸軍が確立されていて、新しい戦車を導入するにしてもそれを中心にしようと、ね、軍の中心にしようという、そういう動きが、まあ、保守的な上層の軍人によって阻まれたんですね。ところが幸か不幸か、ドイツは第一次世界大戦でもう徹底的に叩きのめされ、そして軍が解体されてしまったという、そういう一旦解体されてしまったという、そのいきさつから、新しい考え方が導入されやすかった。ですからその20年代のドイツ軍、その、まあ、新種の気象というんでしょうか、もう良いものがあったらどんどん取り入れる、新しいものに挑戦することを厭わないという、そのスピリットでもってグデリアンの唱えた機構部隊を中心とする軍編成、これが採用されていったんですよ。そして整備されていった、その中心にグデリアンいた。しかもなんかフィルム等でですね、映像等で戦車がダダダーと平原を進んでいくのを見ると、わあかっこいいなと、感覚とって進んでんなと、それだけ思いますけど、実際の実戦でね、戦車を運用しようと思ったら、各戦車部隊の通信っていうのがもう不可欠なんですよ。歩兵だったら、まあ言えばタタタッと走っていったり、あるいは敵から攻撃されたら身を伏せたり、そして言われた場所に行くっていう、そういうことができますけど、戦車っていうのはやっぱりすごい大きなものなのでね、そして人はその中に閉じ込められちゃいますから、その中と外との通信ができにくい。けれどその戦車と戦車の間の通信、グデリアンの出番です。戦車と戦車の間の通信、これをもう徹底的に充実させたのはグデリアンなんですよ。ですから戦車の中にいて他の戦車と、そして司令部と意思疎通ができる。ですから的確な動きを戦車はできるわけですよ。攻撃目標の伝達、攻撃、そして撤退の命令、これがスムーズに伝わった。もともとこのグデリアンって人はね、青年の頃からシュネラー・ハインツって言われて、シュネラーっていうのは、まあ、ドイツ語の形容詞で、速い、素早い、英語のクイックに当たりますね。ですから、まあ、何でもさっさっさっとやる、そういうハインツだったと。うん。ですから、そういうグデリアンの、まあ、気象というか、それがもろにこのドイツの機構部隊には現れている。私にはそう見えますね。で、世界が目を見張った空からの爆撃、そして戦車部隊、その後歩兵が行く、
このブリッツクリーク電撃戦によって、これは1939年ポーランドはあっという間に占領され、そして独ソ不可侵条約の密約の部分でソ連も東からやってくるということになっていましたから、この時はその密約通り独ソでポーランドを分割した。やがてその第二次世界大戦はこのポーランドを占領し、でそこで英仏が参戦してきましたから、今度ドイツ軍は取って返して西部戦線で、ソ連とは独ソ不可侵条約ありますから、西部戦線ここでもまさしくブリッツクリーク、フランスはねマジノ線っていう要塞線を作って、ドイツとの国境に長いマジノ線を作って、この要塞があるから大丈夫なんだと、この要塞に立てこもったそういう戦い方をしようと。でさっきも言ったように機甲部隊を使うという、その戦車を使うというその戦法はまずフランスで非常に盛んに唱えられたんだけど、結局このマジノ戦でいいじゃんかってことになり、戦車がですねあっちにポツンこっちにポツンというふうに分散して配備されたんですよ。一方そのグデリアンの率いるドイツ機甲部隊っていうのは戦車の集中使用、しかもまさかここから来るとは思われなかったアルデンヌの森ですよね。あそこをその工兵部隊との協力で悠々とドイツの戦車がこう渡っていく、映像が今も残っていますね。マジの戦なんか関係なかった、全く意味がなかった。でフランスが降伏と。だからフランスは弱かった。1940年ですぐに降伏。やがて翌1941年の6月に始まったバルバロッサ作戦、独ソ戦です。ここでこそこの電撃戦がもういかんなく威力を発揮する、そういう時でした。ですからこの独ソ戦開始、スターリンがその戦争準備をしていなかった、ですから現場のソ連の部隊も大混乱したというのはあるけれど、独ソ戦始まった時の快進撃、そして中央軍、ドイツは中央軍と北方軍と南方軍とに分けましたね。そのモスクワを目指す中央軍、これを指揮していたのは今回の主人公グデリアン将軍なんですよ。けれどこの独ソ戦、ユーゴスラビアでなんかクーデターが起こって、新ドイツと思われていたその政府が急に反対になってしまったから、本来なら5月15日に開始するはずだった独ソ戦が1ヶ月遅れの6月22日。そしてしかもそのまま中央軍すごいスピードでしたから、そのまま行けば10月ぐらいにはモスクワをもう攻撃そして占領もできるという、そういう状況だったのに、この中央軍が足踏みをして、そして南方軍を援助するっていう、そういう命令も出てグデリアンを反対したんですよ。けど軍人の世界では命令が絶対ですから、結局この1941年の段階ではそのモスクワの手前、もうモスクワが見えるぐらいまでドイツ軍は行ってたんですけど、そこで撤退することになりました。やがて翌1942年43年、この辺りでですね、このグデリアンは将軍の立場を解任されていますよ。やっぱ言うこと聞かなかったんですね。で終戦と。で戦後はニュールンベルク裁判に出廷はしたけれど別に起訴はされなかった。確かにこの人は軍人として戦っただけで、これは戦争犯罪でも何でもありませんから、というお方ですね。
まあドイツというのは、まあ、日本と同じで国力がないんですよ。その国力がない、つまり資源がない、あるいは土地もその痩せてる、フランスみたいに土地が豊かじゃないんですよ。そういう点で似てて、だから日本もドイツも短期決戦。だから日本の陸軍、特に参謀本部がドイツに見習おうと明治、大正、昭和までずっとやってたのは似てるからなんですよ。国力がないと、短期決戦しかないと。で、その短期決戦しかないドイツだから、もう1941年の段階で無理をしてでもモスクワ陥落、だからグデーリアンが言ったようにね。そしてスターリンはもっと東の方へと脱出と。で、モスクワが落ちたらソ連の人たちの戦う気持ちというのもガクンと落ちたでしょうが、あそこでモスクワが落ちず、でスターリンも革命記念日でちゃんと演説をし、というあれがあったから、やっぱりロシアは持ちこたえたんですよね。ソ連は持ちこたえた。で、その短期決戦をやらねばならないドイツには、この機甲部隊、航空支援、そして通信網でつなぐという、これしか方法はない。まあ今思ってもグデーリアンの構想は正しく、そしてそれがですね、普及したと、きっちり軍の中に普及したというのは、何度も言いますが、戦艦機ドイツの、軍人技術者、そして民間企業の、あるいは軍事企業のもう血の滲むような努力、それの賜物だったでしょう。夢ラジオ第2718回、今回はドイツの将軍グデーリアン取り上げました。木曜日の夜です。